城花城は、富山県南都市にあった、日本の城。荒木館、城が花城とも呼ばれる。正確な跡地は未だ特定されていない。長年、現在新州大屋博は,は立山城花別院。善徳寺が立つ場所に築かれていたと言われてきたが、善徳寺の周囲では、城花城時代のものと断定できる遺物の類は、発見されておらず、古市のボルガ山州市には、城花の町の入り口に、 デマルがあって、町の南に城があったと記されており、三州測量図石には、全徳寺の南東にあたる場所に城があったと図示されている。また、全徳寺が建った後も城主が存在していたと思われる。ことから、全徳寺と城花城が併存していた時期があると考えられ、城花城の城域をそのまま全徳寺が継承して建てられたとは考えにくいと思われる。追記年代は不明。 この辺りを収めていた、土豪、荒木氏が寄っていた。荒木氏については資料にとぼしく衝述するのは難しいが、永六二年か、元気三年に、上花城城主だった荒木大善が、現在の富山県南都市山本にあった善徳寺に、城の敷地、城門を寄進し、善徳寺を招致した。善徳寺は、随泉寺や昇降寺と共に、 越中一向一期の中心として活躍した寺であり、大前は一向一期勢力に属していたと思われる。後、斎藤九右衛門なる者がより、笹成政が越中国を平定した後は、家臣の河内左衛門を入れたという。廃上年代は成井政が豊臣秀吉に降った天正十三年以降か。ありがとうございます。